皆さんこんにちは。ミロバトール役を演じます松下洸平です。僕はですね、ミロバトールという役なんですが、まあ劇団員の中では割としっかりしている方なんじゃないかなと自負しておりますね。あれから約1年経つので、まあ、この1年の間にみんなもう少ししっかりしてくれてるんじゃないかということをちょっと願って今回再演に臨ませていただこうかなと思ってるんですけど、僕自身はとてもしっかりこの演目を成功させたいと思って結構奮起する役です。はい、思いのほかというかすごく楽しくてですね、普段いる現場の空気とは全然違う空気感で、まず台本がない、届かない台本がめちゃくちゃ変わる、演出家が来ないなどなど、僕の普段の現場ではありえないようなことが起こりまくり、非常に戸惑ったんですけれども、まあ本当に蓋開けてみると本当に大倉さんの本素晴らしくてですね、気づいたら僕もその渦の中でもうゲラゲラ笑って、本当に何て言うんですか、仕事しながらこんなに楽しくていいのかなっていうぐらい本当に楽しかった思い出があるので、次のその第2弾の今回のお話いただいた時に、あの楽しさをもう一回味わいたいなっていうこと、そしてまあ山重さんとか、他のねキャストの方々ともまた一緒に仕事がしたいなと思ったので、今回すっごい楽しみなんですけど、前回は本当に稽古期間中はもう不安しかなかったのを覚えてますね。はい、まあ、さっきも言いましたけど1年経ってるのでみんなもうちょっとちゃんとやってほしい、特に前さんとか本当に役の中でですよ、梶原前さんとっても素敵な方なんですけど、もう少しまとまった劇団になってたらいいなと思って、まあ無理でしょうね、崩壊シリーズって言ってますから、今年もで今回も、いろんなものが崩壊していくと思いますけれども、皆さんそれをぜひ笑いに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。崩壊シリーズ Remember Me は2017年4月より東京ほか各地にて上演いたしますので、ぜひお近くの劇場にお越しください。お待ちしてます。